番自分たちが笑ってたよね。33年ぶりです。どうも、こんにちは。OK、We are VooDoo です。Yeah!10周年というのに、便乗しましてですね、VooDoo も今日やります。短い時間ですけどね、知ってる方も知らない方も、楽しんでってください。今日はね、年齢層が高いので皆さんのために椅子も用意しておりますよ。本当一言言わせてくれ。サンキュー元太、ありがとう。元太が言ってくれたから俺がここに今日立てる。ありがとうね、本当。まさかね、こういう日が来るとは思ってみませんでしたね。じゃあ次はね、シングル版の、B 面の曲、お前次第。
ありがとう。ね、まあ何から話そうか。じゃあメンバーをね紹介しようかな。ドラムス、ずっと待っていました。清水正幸。知ってる人は知ってるだろう。グルッペのお兄さんでした。弟、ここは兄弟、清水ブラザース。清水康幸ベース。ギター、あの、ゲンタで後で聞きます。あゆみ。これで選手交代なんだよね。じゃあ、あゆみに拍手してください。じゃあね、ギターのもう私の師匠みたいな人ですね。ザ・ラダースというバンドで、あとソロで風に吹かれる動画もやってます。ギターのクロス、イエーイ、ありがとう。まあこんなんで高校3年生18ぐらいの時かな、みんな知り合ってでバンドやりだしたっていうね感じです。で当時まわしにグルッペというスタジオがあって、あんまりねスタジオがなかったんで、みんなその頃そこによく来てた人もいると思うんですけど、今日はですね、あのそのグルッペの、主犯格あそこのお母さんがいなかったら俺たちはずっとバンドを続けられませんでした。清水ママです。今日俺と高瀬でもう土下座して謝ろうと思ってきました。あんなに金がないのによく面倒見てくれて、ここまで大きく育ちました。ありがとうございます。本当にね嬉しいですね。とりあえずね今日昼間なんですけどね、なぜかっていうとこの後ちょっとみんなでね飲んでねいろいろ話をしたいという感じですね。でね、もしよければ皆さんね今ここで乾杯しましょうか、ね、あのジュースの方も乾杯で OK なんで、今日は本当にね、昼間なのに集まってくれてありがとうございます。じゃあね、皆さん乾杯ね。じゃあ、この中で一番年齢の高い清水ママの、ために、清水ママがじゃあ乾杯の温度を取ってください。はい、じゃあどうぞ。今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん乾杯。OK、 じゃあですね、活動期間はね3年弱と短かったんですけど、その当時そこのねスタジオの横のマンションにの2階に住まわせていただいて、いろいろ曲を作ったりですね、あの当時はまだレコードがあったんでレコード聴いたりいろいろしてました。ね、ほとんどの曲はねクロスで作なんですが、そんな中で結構いろんなコンテストした曲がありますんで聴いてください。バックストリートボーイいきます。バックストリートボーイ。
間ね、短い間でしたけどね。次は最後の曲ですよ。数々の賞を総なめにしてきた。あの伝説の天竺第一スタジオで。ひばりさんも歌ったというあの大きいスタジオで、フルオーケストラが入れるという大きいスタジオで、ドラムがあっちの端の方で、ついたての向こうで、でギターがこっちのボックスで、で俺が一人ポツン調整室で歌を入れる。慣れたことがないんで、どういうことになってるのかよく分かりませんでした。でもですね、そこが原点です。そこから始まりました。私はまばしのグルーペと共に、あと共同マンションというあの住処与えていただいて、本当に今の自分があると思ってます。どうもありがとうございました。いくよ、東京 ING。
ろいろな事情があってケツカッチンなんです。まあそれは冗談で、ですね、また今度歩みが入ってね、これもあのクロス作なんですけど、次の曲はあのクロス作でやっぱり、一緒に作ったんだよね。そう、俺歌詞ちょっと一部だけ。とにかくおっかないお師匠さんだったんでね。今非常にあの表情も豊かになりましたけど、昔はもう近寄んじゃねえオーラが全開で、同じメンバーなんだけど、それ僕のこと言ってるんですか？違う人のことじゃないんです。ドラムのマー君はね、この間本当に三十何年ぶりに会ったんですけど、さん付けしてました。実際はですね、一つ年上なんですけど、バンドやるにあたってロックンロールバンドに上下関係なんだねえだろうとか言い出して、で最初はなんて呼んでいいのかわかんないんで、そのうち新しく入った二つ下ぐらいのギターのやつは、お前呼び捨てにしろとかみんなで言って、それが儀式だみたいに言ったんだけど、追蔵呼び捨てできない、できないで、なんと言ったと思います？親瓶って言って。OK ね。まあとにかく、次にある曲はね、結構多方面からご褒めの言葉をいただいた曲です。この人物も俺はこの人を通して知りました。チェッケバラ。
¡Gracias!
ってやるの。